こんにちは、ステテコです。実は私、iPhone を買い替えたい。現在、使用中の iPhone は SE2 です。iPad は第9世代の無印を持ってます。新しく買う iPhone の候補は、13ミニと12ミニを考えています。見た目、サイズ感、カメラ、バッテリー、価格を私の基準で4段階評価しています。性能は13が良いのは当たり前ですが、やはりお値段が最大のネックですよね。ここで、なぜ私が iPhone SE2 から買い替えたいのか整理してみます。一つ目はストレージ不足。現在 62GB ですが、足りなくなってしまいました。124GB は欲しいです。二つ目はカメラ性能アップ。YouTube や Twitter をやり始めたこともあり、より綺麗に残していきたい気持ちもあります。3つ目はミニのサイズ感。SE よりも一回り小さなミニはやはり魅力です。バッテリーは 89% あるのでまだ大丈夫そうです。この買い替えたい理由の中から、さらに仕分けをします。絶対必要なのはストレージ不足の解消。カメラ、サイズ感、バッテリーは現状不満があるわけではなく、より良くなるなら、程度のものなので、現状維持以上なら問題ありません。その結果から、私に高スペックは必要なく、SE3 でも良いんじゃないかと思い直しました。候補に SE3 を追加します。他のと比べると、私の感覚ではさほど性能は見劣りしないのに、お値段が圧倒的に安い。SE3 に決めました。後付けできないストレージは多めのを選んだ方が良かった。一応、公式サイトを見ながら13ミニ、12ミニ、SE3 を比較しておきます。SE3 とはいえ、安い買い物ではありませんので、慎重になります。単純に公式の値段を見るとやはり結構違いますね。本体は大きいのに画面が一番小さな SE かわゆす。5G にも対応してるんですね。まだ必要ないけど。カメラ性能は、あると便利なんだろうけどなくても困らない機能が12と13にはついてます。SE3 には13と同じ最新のチップが搭載されてるのすごいと思います。マグセーフは便利らしいので、SE3 で残念だったのはここです。これも対応していたら神機種でした。13の画面の綺麗さは魅力です。が、13と SE3 を日常的に比べながら使うわけではないので SE3 でも十分だと思います。動画の手ぶれ、補正が13はかなり良いと聞いたので、少しだけ良いなと思うけど、SE3 にも12と同じのがついてるので問題ありません。あとは、まあ、大して変わらなさそうですね。私の基準では。ミー文字で遊びたかったけど、すぐ飽きるから問題ありません。ということで、SE2 と SE3 のカメラ性能比較をしようかと思いましたが、レントリー、はるみさんという方が、素晴らしい比較動画を作っていらっしゃるので、気になる方はぜひ見てください。概要欄にリンク貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。